変更。変更、変更は、電磁及び磁場が特定の振動方向が規則的な方向にのみ振動する光のこと。電磁波の場合は、変波と呼ぶ。光波の変更に規則性がなく、直交している電解成分の位相関係がでたらめな場合を、非変更あるいは自然光と呼ぶ。高電界の振幅は直交するに方向の、 振動成分に分解できることが分かっている。普通の光はあらゆる方向に振動している光が混合しており、変更と自然光の中間の状態、部分変更にある。このような光は一部の結晶や光学フィルターを通すことによって変更を得ることができる。光は電磁波であり、電磁場は進行方向と垂直に振動する横波である。このことは マクスウェルの方程式を解くことにより得られる。変更は一般に、楕円変更であるが、直線変更、円変更もある。両子力学的には、光は光子である。光子スピンにはプラス1、1の2つの状態があり、それぞれ円変更の右線光、左線光と対応している、逆に対応づけている場合もある。自然光、非変更や円変更から、 直線変更を作り出すものを変更子と呼ぶ。例。直行する変更成分の間に位相差を生じさせる複屈節素子のことである。位相板とも呼ばれる。異相差 π180 度を生じるものをラムダ2番2分のラムダ番または半波長板と呼び直線変更の変更方向を変えるために用いる。位相差 π2 90度を生じるものをラムダ、4板、4分のラムダ版4分のラムダ版または4分の1波長版と呼び、直線変更を円変更、楕円変更に変換、また逆に円変更、楕円変更を直線変更に変換するために用いる。これらは光を吸収せず、位相のみを変える。物質の一部には、変更を入射すると透過した光の変更面が、 右返し、左によじれる性質を持つものがある。この物性を先行性と呼び、先行性を持つ化合物を光学活性であるという。変更面のよじれ具合を先行度と呼び、単位は角度度で右によじれる場合をプラスとする。先行度は透過した距離と光学活性物質の濃度に比例し、先行度を考慮長と濃度で割って規格化した値を非光度と呼ぶ。 非線高度は温度、溶媒、光の波長が同じであれば、各物質に固有の値であるので、天然物などの化合物の同定にも用いられる。カメラに偏光フィルターを装着すると、方向により反射光の光量をコントロールできる。このため、水辺などの撮影において反射光を抑制したい際に、有用である。液晶ディスプレイの表面と裏面には、 特定の直線変更のみを通す変更フィルターが貼られており、液晶によって角が素ごとに先行性や複屈折性をコントロールすることで映像を表示している。光磁気ディスクには時期によって変更面が回転する性質、磁気光学化効果を持った物質が含まれており、レーザー光を照射して反射してきた光の変更面を検出してデータを読み取る。 立体映画の手法としても用いられる。左右の映像にそれぞれ縦横の変更をかけて重ねて映写し、観客は変更フィルターのついたメガネを装着することで左右の映像を分離して知覚できるため立体像を鑑賞することが可能となる。比較的低コストでカラー映像を映写できる利点があるが、非平面スクリーンでは変更がずれてしまうため映写できない。また、 自家変更では顔や眼鏡が傾くと正常に立体視できないことがあり、近年は円変更が用いられる方式が多い。刑務所などの扉の窓には変更板が貼られたものがある。これは通路の両側にある部屋の窓の変更を片方は垂直、片方は水平に変更させることにより、監視は両側の部屋の内部を見ることができるが、 向かいの部屋の囚人同士は互いを見られなくすることができる。人間の目は光の強度と色を識別することはできるが、変更はほとんど識別することができない。わずかに網膜の中心部に変更特性があり、注意深く見ればハイディンガーのブラシとして知られるすかな、黄色と青色の筋が見えるが、これには個人差がある。そのため一般には、 人間が変更を識別するためには変更子を通して見なければならない,い。一方、昆虫は変更を識別できる。昆虫の複眼の中には特定の変更方向に敏感な子細胞がいろいろな方位に規則正しく集合しているからである。昆虫は自然界の変更をうまく利用している。例えば、蜂は天空の光の変曲をもとにして、 太陽の見えない曇り空であっても、方向を間違えずに長距離を飛ぶことができる。また、ある種のカゲロウは、生殖期になると、水たまりの反射光の変更を頼りに集合する。カメムシやタマムシなどの一部の昆虫の体は、液晶のような構造色を持っており、片方の円変更のみを選択的に反射する。さらに車庫に至っては、円変更の回転方向を識別できる。 任意の変極状態は玉上の点で表現できる。左円変更は Z 極、右円変更は Z 極である。水平変極を X とすると円直弁極は X であり、Y と Y は対角方位の変極となる。赤道上の他のすべての点は他の方位の直線変更である。二式性の波長板を通ることは玉を回転することに等しい。 編曲子の Y 軸を横切る。編曲 X の振幅の大きさは、X 軸と Y 軸の鏡面との距離の1、2となり、すなわち強度は、フォーミュラ1となる。たまによる表現は、アンリポ・ポアンカレによって考えられたものであり、ウィリアム・シュルクリフによって、英語で拡張されて論じられた。変更に関係する概念として、以上のような、光それ自体に関するものとは別に、異なる。 物質間の境界面で光が反射する時の入射面と現状または磁場の振動方向によって定義される台がある。光学では S 波、S 変更と P 波、P 変更とに区別される。定義や他の故障については下記の変更の故障の表を参照のこと。光が境界面に入射するときにはその光を S 波成分と P 波成分とに分けることができ。 全体としての反射率は S 波成分の割合 S 波の反射率、P 波成分の割合 P 波の反射率で表される。円変更の場合には常に S 波成分の割合が50%、P 波成分の割合が50%となる。P 波の反射率はどの入射角でも S 波よりも一家である。ブルースター角において反射率が0になるのは P 波のみである。注意が必要なのは S 波 P 波の概念は、入射面が存在するとき従って、光が異なる物質間の境界に入射するときにのみ定義される概念だということである。空気中を進む直線変更を、その電状の振動方向、重力に対して、水平か垂直かによって S 波あるいは P 波と呼ぶことがあるが誤りである。また、境界面に対して、光が垂直に入射するときには、 S, S 変更と P 変更との区別はない。電波を扱う、電気工学と光を扱う工学が、歴史的に別の学問として発展してきたため、同一の変更に複数の名称があることがある。なお、同派間や FDTD 法での変更の名称は、電気工学と同様であるが、その定義は逆である。5. おさむき